さあオリックスですけども、今回のテーマは今年のドラフトということで、まあ、2023年にもなったんでね、ここからまあドラフトに関する情報がちょくちょくと出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このチャンネルでもですねたびたび紹介してますし、まあ、続行にね一番なってるのが渡来選手なんですけど、今年に限って言うと一番の左打者なんじゃないかなと思ってるんですけど、ドラフト1位でね何球団こう重複するのかなっていうことを考えていたら、自然とその球団の、補強ポイントはここだから、この選手に行くな、じゃあ渡来にはないな、逆に渡来はあるなみたいなことを考えてて、気づいたら、オリックス以外の11球団の補強ポイントとドラフト1位も予想してたので、まあ、だったらばねせっかくなんで動画の方にまとめていこうかなということで今取りまとめております。なので今回は12球団のドラフト1位を予想していこうかなという話なので、ぜひですね、まあドラフト知ってる方も知らない方もなんかそういう感じなんだなっていうことで見てもらえたらなと思うんですけど、まずはね我らがオリックスですけども、補強ポイント3つありまして、まず長打力不足ですよね。まあ、増田が移籍すると、そしてシュウィンデル、ゴンザレス、大筋合意してます。まあ、布陣見てみても、今年も同じく、投手力のチーム、火力不足で悩むのかなっていうふうに予想ができるので、まずはこの大砲候補が必要だなということです。で、もう一つが、吉野部がね、ポスティングするということで、即戦力級の右ピッチャーっていうのは必要かなと、思いますし、最後にね、宮城投手以下の支配下の選手がいないので、高校生の左ピッチャー、今年こそ行ってほしいなと思ってますけど、まあ、去年のように終盤でムクノキ投手がトミージョンで離脱するみたいなことがあると思うんでね、この辺は変わってくるのかなとは思うんですけど、現状この3つかなと、そしてこの3つに当てはまる候補ご覧の面々かなと思うんですけど、そんな中でオリックス、ドラフト1位、現状この1月の3日で予想する選手はですね、エネオスの渡来選手でございます。まあこれひいき目なし、まあ若干ありますけどね、やっぱりこう長打力を解消したいと、そして増田が抜ける左バッターで、ホームランも打ててっていうことを考えると、やっぱ渡来選手が一番いいのかなというふうに思います。まあ明治時代の上田選手よりもよりこう長打力がある選手かなというのと、まあ、今年のオフね行くかもしれないですけど、それでもやっぱりね獲得できたとしても長打不足っていうのは、全然足りないので、その辺も考えて渡来選手かなと思います。あとはね、なんじゃかんじゃで里輝とか、2019年の中日の石川昂弥選手とか初回入札で行っては行ってるんですけど、結局外してね、18年の太田亮選手以降は全部ドラ1投手になっちゃってるんで、そろそろね豊作の、年でもありますから野手に行ってほしいなということで、個人的な願望も含めて渡来選手に予想しました。で次がソフトバンクなんですけど、ソフトバンクはねもう選手構成のバランスとか見てみても一番こう層が厚いんで、ここが足りてない、ここがこう不足してるみたいなことはオリックスのようにポンポンポンと出てこないのがちょっと厄介なところなんですけど、一番大きなところで言うと、まあ、誰しもが分かるのが千賀投手が抜けた穴ですよね。エース候補ということで、まあ右のエース候補ね、風間投手とかいますけど、それでもまだまだね有望株は背負っててもいいんじゃないかなと思うので、ここに当てはまる候補、あとは九州にゆかりのある選手っていうのも含めてご覧の面々かなと思うんですけど、そして意外とこうソフトバンクね左腕が不足してるということなので、その辺も考えて、なんか長年の課題っぽいんですけど、そんな中で予想するのはですね、東洋大の細野投手は行きそうだなというふうに思いましたね。そしてその次が西武ですけど、西武のね補強ポイントはまず内野のところ、あとは去年ねドラ 1,2 と外野手行きましたけど、それでも有望株はこの2人ぐらいで、もう1人ぐらいはいてもいいんじゃないかなっていうところで外野手、あとは即戦力級の投手と、シンプルに年齢構成見ても高校生の、投手っていうのはなんか必要なのかなというふうに思ったので、この4つはね補強ポイントかなと思いました。そんな中で可能性のある候補はご覧の選手になるんですけども、ドラフト1位に予想するのはですね、花巻東高校の佐々木麟太郎選手でございます。まあもうすでにねリストアップもしているっていうことでしたけど、結局やっぱ長打不足を一番解消したいのであれば、一番こう長打が打てる選手ということで佐々木麟太郎選手なんか行きそうだなと。そしてその次が楽天ということで、楽天の補強ポイントを見ていこうかなと思うんですけど、楽天はね外野手がすごく揃ってて、辰巳選手もそうですし、一昨年ですかね、ドラフト1位と3位で吉野選手と前田選手行ったんで、外野の層はね有望株武藤選手もいますから、まあ揃ってるということを考えると、内野で、長打の打てる選手、そしてショートの選手と、あとサードですか、三遊間の選手と、高校生の投手ですね、これ左右関わらずに有望株としては欲しいのかなというふうに思います。投手に固めたドラフトをしているので、まあ今年は野手だというふうに言われてますけど、そんな中で花巻東の佐々木選手とか行きそうですけども、個人的に予想するのは明治大の上田久斗選手ですね。
はい。まあ、長打不足も解消できますし、今年ね、サードの選手があんまりいなくて、今のところですけどね、ナンバーワンのサードっていうと、やっぱ上田久斗選手になるのかな、ということで、長打も打てますし、はい。こんな感じで予想してみました。そして、ロッテの補強のポイント見ていっても、まあ、藤原選手とか、山口選手がいるんですけど、今年近藤選手も交渉してましたけども、がっつりそこが補強ポイントかなと。そして、あとは左ピッチャーですね。これはもう高校生、大学生変わらずですね、必要かなと思います。そんな中で可能性のある候補というと、まあ、ご覧の面々なんですけども、予想するのはですね、僕はやっぱ上田久斗選手なのかなと思います。まあ、エネオスの渡来選手も行きそうかなとはちょっと思ったんですけど、まあ、チャンスメーカーですし、複数ポジション守れるので、なんかそういう面でも、ロッテとしては融通が効きそうかなっていうふうに思って、んですよね、外野は藤原選手と高部選手とそして西川選手山口選手と、まあ、いるっちゃいるので、そういう面で言うと絶対外野ってよりかはいろんなポジションを守れる上田選手の方が割とロッテ好みなのかなというふうには思いました。そしてパリーグ最後がですね、日本ハムということで、補強ポイント見ていこうかなと思うんですけども、日本ハムはですね、ショートとそしてサードの選手っていうのは割といるんですけども、内野で言うとセカンドの選手がちょっとこう手薄かなっていう印象でした。あとはね、上沢選手がポスティング、そして加藤選手が来季 FA っていうことだったので、即戦力の先発が欲しいんじゃないかなというふうには思いましたけど、そんな中でね、可能性がある選手っていうとご覧の面々かなと思うんですけど、まあ結局ですね、日本ハムはどうせナンバーワンの選手行くのかなということで、佐々木麟太郎選手に予想しました。本当だったらね、中央大の西舘選手とか、大正大の上田投手とか、東洋大のね、細野投手とか、まあ即戦力級のピッチャーを僕はドラ 1,2 で行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ナンバーワンの選手になんかこだわっていきそうだなというふうに思ったので、こんな感じで予想しております。ということで、ここまでね、パリーグのドラフト1位の予想をしてみたんですけども、ちょっとね、意外と喋ってみたら時間がかかっちゃったので、パリーグ編で一旦区切らせていただいて、また後日セリーグ編ご紹介しようかなと思うんですけども、今言った通り渡来選手はですね、パリーグで言うと、まあ、オリックスだけであるということなので、これね、若干こうひいき目もあるかもしれないんですけど、パリーグの中では、重複はなさそうかなというふうに思ったんですけどね、各球団もしかしたらオリックスと掛け持ちをしている、あるいは他球団ファンもね、普段見てくれてる方の中にはいらっしゃると思うので、このあたり含めてですね、ちょっとご紹介をさせてもらいました。で、つぶやいたんですけど、花巻東の佐々木麟太郎選手がドカベンの山田太郎にそっくりだってことで、リアル山田太郎っていうふうに言われていて、それを見るとなんか本当に山田太郎っぽく見えて、ゲームであったりとかアニメであったりとかでね、ホーム確認するんですけど、ホームは似てると思わないんですけど、見てくれとかがすごい山田太郎そっくりだったんで、だんだん山田太郎に見えてきたんですよね、ホームランの映像とか見ると。そうすると、まあ、エネオスの渡来はもちろんなんですけど、佐々木麟太郎もちょっとありやなっていうふうに思ってきたんで、ちょっと危ないですね、これ浮気そうな感じになってるんですけど、このあたりね、まあ、オリックスがどう、行くのかは非常に注目なんですけどね。報徳学園のバッテリーの選手にね、コメントも残してるんで、地元のスーパー1年生と呼ばれてた、大阪桐蔭の前田投手に行きそうだっていう声もあるんですけど、まあ、この辺はどうなのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、オリックス目線で少し考えていくと、本気だったらね、もう今頃リストアップしてると思うんですよ。で、連覇して日本一になってっていうことで、オリックスに対してのこの注目度っていうのも上がってきてると思いますし、2020年は佐藤輝明選手、19年のドラフトが終わって速攻で、来年は糸井2世の佐藤輝だ、ずっと見ていくことになるみたいなことコメントでね、記事になってましたし、去年で言うと蛭間選手ね、もう2月にはリストアップしてるっていう記事が出てきました。今で言うと日本ハムの佐々木麟太郎選手とか、阪神の前田悠伍選手とかですね、西武もね、佐々木麟太郎選手リストアップしてますけど、そういった形でね、なんか来月ぐらいにオリックスに関する情報も出てくるのかなというふうに思うので、またね、出てき次第動画の方でお話できたらなとは思うんですけど、個人的にはね、やっぱエネオスの渡来選手に行ってほしいと、行ってほしいけど、実際に行きそうなのはね、大阪桐蔭の前田投手かなと思いきながら、いや5年連続投手はちょっともうええやろってことで、佐々木麟太郎選手とかは個人的にはちょっとありだなっていうふうに思い出してきたっていう話なので、ぜひ皆さんの思うことを教えてもらえたらなと思います。はい、ということで今回の動画ではですね、パリーグのドラフト1位の予想をさせていただきました。セリーグに関しては後日またお話できればと思うんですけど、僕が続行の渡来選手にね、どの球団が行くのか、そのあたりについても、その動画では行こうかなというふうに思いますので、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。